ニューエデンニュース、あなたをちょっと助けたい、ミルドット魔法ショップの提供でお送りします。こんにちは。ニューエデン各地で起こる様々な情報をお届けします。まずは警察犬お披露目のお知らせです。本日、警察官であるケルベロスさんが日頃の交通マナー講習のためアカデミーで特別講師をされました。今回は警察犬の卵である子犬たちのお披露目会も兼ねており、子供たちは校庭を走り回る子犬と追いかけっこをしたり、餌をやったりと交流を深めたそうです。大きくなった子犬たちが活躍する日が待ち遠しいですね。最後にニューエデントピックスです。ニューエデンで今一番注目されるものをご紹介いたします。ゴートウルフの町の小さな王様が一人のご婦人の心を救いました。先週、ゴミ拾いのボランティア活動に励んでいたパイモンさんが、ゴミ捨て場近くに捨てられていた写真を発見し、持ち主へと届けました。一枚の写真入りロケット。ゴミと見間違えられてしまいそうな写真に写っていたのは、二人の若い夫婦でした。パイモンさんは、それを一目見ただけで、町に住む女性の写真だと気づき、すぐに本人のもとへ届けました。無事、ロケットが手元に戻った女性は、パイモンさんに深い感謝を述べたそうです。女性は、先日家に泥棒に入られ、ロケットも金銭と一緒に盗まれてしまったのだと話しました。60年前に写真嫌いの亡き旦那さんと撮った唯一の写真だったそうです。現在泥棒は捕まっており、泥棒曰く金銭と一緒にしまわれていたロケットを貴重品と勘違いし共に盗んだが、古いボロボロのロケットであることに道中で気づき捨てたのだと供述しております。泥棒が捕まった後、金銭は取り戻せたがロケットだけが見つからず落ち込んでいた女性は、パイモンさんに深く感謝し元の元気さを取り戻せたそうです。女性はパイモンさんに、60年以上前の写真を見てどうして自分だと分かったのかと尋ねると、大切な民の姿を王になる世が見間違えるわけがないもんと胸を張ったとのこと。この活躍にパイモンさんへ感謝状が贈られることが決定しました。以上、ここまでがニューエデンニュースでした。この後は交通情報をお伝えします。交通情報センターからお送りいたします。交通情報です。昨晩の嵐で海上に竜巻が発生しました。海から巻き上げられた魚が山道口の村周辺に大量に落下しました。その影響で道路が一時封鎖となっていました。嵐の後に沿岸部付近で魚が打ち上げられるのは時折見られる光景ですが、山道口の村周辺にまで魚が飛ばされるのは大変珍しく、昨晩の嵐の強大さを物語っています。現在は撤去が完了し、封鎖は解除されているとのことです。続いて渋滞情報です。封鎖の影響で山道口の村から湖畔の町までおよそ5キロの渋滞。すでに馬車は動き始めているようですが、渋滞解消まではもうしばらく時間がかかりそうです。以上、ここまでが交通情報のお知らせでした。この後は天気予報です。ここからはニューエデン各地の天気予報をお伝えしていきます。昨晩の嵐は去り、今日は一日、各地で晴れ模様が見られるでしょう。しかし、昨晩の嵐の影響で、舞い上がった魚が引き続き落ちてくる可能性があります。今まで
降ってきた魚が直撃したという事故はありませんが、外を出歩く際はいつもより少しだけ頭上を気にしてみてください。ニューエデン北側は晴れが続きますが、南側は天気雨に注意。折りたたみ傘を持ち歩くようにしましょう。以上、ここまでが天気予報でした。続いては CM です。朝起きるのつらいな。いくら寝ても眠気が取れないや。つらい。でも起きなきゃいけない。そんな憂鬱な朝を変える素敵な一杯はいかがですか？ミルドットが開発したマジックコーヒー豆があなたの朝を変えます。こちらは特別な魔法石のパワーで育てられたコーヒー豆です。豆を持った人の気持ちによって味に深みが増したり甘くなったりと変化をするんですよ。それって朝の眠たいけど忙しい時間にどんなコーヒーを飲もうか考えなくても美味しいコーヒーが飲めちゃうってわけ？それって素敵。これなら朝起きるのが楽しみになっちゃいそう。今ならコーヒーメーカーもお付けします。機械に水と豆をセットしたらあとはボタンを押すだけ。たったの30秒で挽きたてのコーヒーが楽しめます。さらにタイマー機能もついているので、カップを用意すればボタンを押す必要もありません。豆も一から引かなきゃいけないのかなって考えてたから嬉しい。これなら楽ちんね。オートラプラス、有名カフェのバリスタも認めるカフェ顔負けの一杯、マジックコーヒー豆。コーヒーメーカーで素敵な朝をお迎えしたい方はミルドットまで。以上、ここまではニューエデンニュース。提供は、あなたをちょっと助けたい、ミルドットでした。Cheers!